本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ご隆歳です。本日はアニメ、ボッチャロークを振り返りながら、いろいろとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。これは以前、本編ね、1話から12話見るまでの間に、特に序盤と、で、その辺を振り返ることが多くなる終盤のあたりで、断片的にお話ししたような気もしますが、見る前のことを思い出しますね。まず見るって決めた時ね、まあ、ボッチャロークって言われて、 まあよく他のね、あのディスカッションすれても同様の発言ありましたが、今回ご紹介するね、最終回に対する、で、これまでのボッチャロッキーに対する海外の反応をご紹介するんですけど、その中にもあるんですけど、まあ一人ぼっちのまる生活を強烈に思い出させる、で、これはわざとなんかとかね、思ったりとか、あと音楽系作品は、CGDCT で音楽系っていうとやっぱり軽音がありましたし、 実は振り返ってみるとね、軽音以降って、まあ難しいんですよね。これは多分初期の方、この作品の初期の方で私申し上げましたけど、音楽はその世界の人がいて、で、人生をかけてるぐらいの本気の方もたくさんいらっしゃるんで、不活なことできないというね、世界なんで、実はなかなか果敢にその世界へ参入してこようという作り手さんが現れにくい。 分野なんですけどまあ、そこへ飛び込んできてね、ボッチャロックっていう作品がアニメが始まるらしいとのを聞いて、まあ、これはね、他の大体の作品もそうなんですけど、よっぽど街頭シーズンに競合する作品がなければ視聴するなというね、かなり早い段階で告知ありましたし、その時にも、プラントウォッチに入って、で、そのまま順調に視聴することになりましたっていう感じでしたね。まあ、内容は本当に、クローバーワークさん。 マジっすかっていうね。うん。恐ろしいっすよね。その腕前も恐ろしいんですけど、その腕前に加えて、かなり実験的かつ冒険的な表現手法。なんならもう、何らかの映像を作成するあらゆる手段で、その中で多分スタッフさんがやってみたいとか、いうことがたっくさんあったんでしょうね。もう本当に幅広い絵柄だけじゃなくて、その映像作り、絵作りの手法自体が 重要無人、変幻自在というね。まあ、映像面でもそうですけど、ここが甘いと、ね、さっき言った、その世界の人たちからね、収始放課になるだろうと思われていた音楽面ね。もうこれ、文句ないっすよね。この作品が排出してきた作品の質の高さ、多様性。で、さらにそれを作品作りの中にまで活かしあって、もうこれはね、どっからひっくり返してみても、 文句のつけようがないというね、素晴らしい、見事にこの、軽音以来の、という期待もあったし、大丈夫かと心配もされていた部分を、100点満点以上で、こなした完結までやりきった作品というね、ちょっと信じらんないっすね。そう、だから、あの、小前ね、今季何見るね、予定の時はすごい低かったのが、最終的にはね、いろんなランキングで1位とかに入るようになって、ね、今年最後の作品なんですけどね、最後のシーズンの、 でもね、今年のランキング、2022年のランキングにはね、必ず入ってるし、しばしば1位というね、作品になりましたね。いや、本当に、私も音楽方面全然詳しくないですし、いろんなバンドさんね、存じ上げないですし、プレイリストに入ってる曲といえば、やっぱアニソンばっかりなんですよ。これまで視聴してきたいろんな作品の、で、その中の気に入った曲がね、残ってるんですけど、そのプレイリストの潤う,うことね、この作品のおかげで、それだけでもすごいありがたい。 エンディングはね、縄後機に変わって、アニメ作品本体の新鮮さもね、そのために新たになりますし、そういう意味でもすごいし、いやー、本当にどんだけ力入れてんだっていうね、作品でしたね。という本作なんですけど、やっぱりね、前回最終回あたりに結構なだれ打って、 いろんなこととがあったりとかしましたんんで、でそちらをご紹介するんですす。るが、なかなかか多岐にわたりますまずですね、うん、細かいですけどね、あの、YouTube の方でコメントをいただきまして、私の申し上げた細かいネタ、あの、バスね、うん。日本語会話では、ベースとか、ベーシストって言いますけど、私がこれまで見てきた、で、前回のその字幕例の紹介でも出しました、 字幕でもね。で、ま、あそれについて語ってんのは、やっぱりアニメリアクションの方のが多いんで、私の場合は、アニメリアクターの皆さんがおっしゃってるのを聞いても、バスだし、バシストなんですよね。それ以外聞いてこなかったんで、日本語会話と、ま、あよくありますけどね、英語会話では分かれてんだなと思ってたんですけど、その部分に関して、えー、英語全く分かりませんが、安いからってだけで、北米版の円盤よく買ってます。 いいっすね。なかなか、通な趣味をされている。買っています。軽音ではベース、ベーシスト、UFO ではコントラベース、ベースセクションって言ってるように聞こえるな。英語でよくある、後への中間の発音とかなんですかね。うん。かもしんないですし、返信でも申し上げたんですけど、たまたま私が出会ってきた字幕や発音が全部そうだっただけ。うん。そんな大量に聞いてませんからね。読んでませんし、なぜなら、ね。 再三申し上げてますけど実は結構音楽系、音楽アニメですっていう正面切って名乗ってる作品っていうのは少ないです。だから私も視聴作品で音楽系アニメ、音楽が主軸ですっていうアニメは本当にこれと軽音だけですよ。なんでね、そんなに例を見てきてないんで、ベース、ベーシストの場合も全然あり得るんじゃないでしょうかか、うん、実は少数派だけど英語圏でも ベース、ベーシストっていう人はいるんで、日本のアニメの吹き替え版ということで、あえて日本語会話風の言い方を採用してるのかもしれないです。まあこれはわかんないです。なんでね、うん。これは面白いんで、どっかで、うん、音楽アニメの吹き替え版ね、がいいな。参考にするんなら、聞く機会があれば確認したいと思います。ありがとうございます。ってことがありました。で、ニコニコ動画の方ですね。前回もですね、コメント、いいね、ニコニコ広告、ね。 三方からご反応いただきまして、ありがとうございます。こちらのコメントを拝見していきます。星座になれたらほんと好き。はい。不思議ですよね。何なんですかねその、自分にとっていい音楽とは。私、ね、このようにそれこそ星の数ほどある楽曲の中で、星座になれたらは、導入の瞬間にもう、惚れましたね。てけてんっていう、あの入りだけで。その後もずっといいんですよ。最後まで。最後の締めまでいいんかっていうね。だから、まあ、あえてね。 うん。えー、上位3曲あげると、星座になれたらが1位です。私の。で、2位が何が悪いだな。で、3位がディストーションと。うん。言うぐらいね、本当にもう素晴らしい楽曲ばっかりでね。あと、北ちゃんさんですね。うん。これ意外でしたよね。日本語の曖昧さの関係で、ここの僕がどんなに眩しくてもの解釈が、日本の聴者の中では割れているところですが、はぁ、あ。 海外勢は翻訳に解釈が引っ張られてしまうので、この点の解釈議論は見ることはなさそうですかね。うん。私が見た中ではほとんどなく、今回ご紹介する中にも含まれておりません。あんまりその辺は、うん。気にするかどうかは、内外で差があったのか、たまたまなのか。なんせ、うん、そう、あの、最終回のね、ディスカッションを見たことないコメント数になってたんですよ。だから、私もね、返信の返信のってなってる、 ツリーの先の方はね、見てませんので、その中のどっかには、長大な議論があったのかもしれませんけど、表面に浮かんできているのはありませんでしたね。興味の作家、たまたまか、翻訳頼みですもんね。微妙なニュアンスはね、翻訳で潰れることありますからね。ロスイントランスレーションすることがあります。えー、北ちゃんの成長物語でもある、ということがね、最終回付近でにわかに表面化しましたね。北ちゃんはぼっちちゃんをみんなに自慢したかったんだよ。うーん。 ぼっちちゃんはすっごいんだよってことですかうーん、それだとね、整合はするんですよね。これまでの北ちゃんさんの言動とか、ね、星座になれたらを北ちゃんが歌うことで見えてくる。こここんな急にね、最終回付近で争点になると思わなかったな。私もね、僕はどんなに眩しく輝いているとしてものところを聞いて、これは北ちゃんさん自分のこと言ってんのかってなりましたし、やっぱり北ちゃんさんから見たぼっちさんっていうのはもっと輝けるし、 その輝きはもっと認識されるべきってことなんかな。あとは、あの、北ちゃんさんのちょっとした言動とか、うん、一瞬の独り言とかから考えると可能性としては、なんか知ってんのかなゲラヒーローってこととか、か、幼少期に合ってるでもそれだとね、あの初対面の時のね、そんな素振りはあったかって言われると、うーん、乏しいし、でもあの時やっぱり、 ボッツさんってすっごい頑張りましたよね。今考えるとね。全然知らない北ちゃんさんに、一応は、うん、自分から話しかけてというか、えー、ヒューマンビートボックスバトルを仕掛けてきっかけを作りましたし、うーん、一話でね、ギターに反応してたんかな。北ちゃんさんはギターっていうね。でもそれを後で本人が振り返って支えられるようになるからね。いつそうなったんだ。うん<あ>。まあいいや。これはね、2期で、でしょう。 2期をっし,しょここの作品はだそこはそ心配してないですよねあのー、まあ分かんないですけどね何があるか2期絶対確実と誰もが予想していた作品の2期が潰されることありますからねまあでもうんそれは本当にごくまれな例外でこの作品は大丈夫っしょうんていうかこのさ <laughs> まあでもそうなんだよなこれがねこのボッチャロックで2期来なかったら他の2期なんて全部あれねえんじゃねって思うんですけどそういう作品の2期が潰れたことあるんですよね なんで、まあ何事にも100%はありませんが、まあ大丈夫でしょう。で、まあ2期にはもうちょっとね、あの、北ちゃんさんのね、久々にこんな正面から乙女心の謎に出会いましたが、語られるか、さらなる手がかりぐらいはあるんじゃないでしょうかね、っていうね。うん、だから珍しく、2期確実なゆえに、 2期の話題が出ないっていうね。普通もうちょっとあるんですよね。2期どうなるんだろうね。あるのかね。原作はどんぐらい残ってんだ。みたいな話が普通はどんな作品でもあるんですけど、この作品の場合、どうせ来るに決まってるとみんな思ってるからなのかわかりませんが、ほとんど見ませんでした。で、某所の解説で知ったのですが、N はラストで出てくる N はプラス1話のサブ対張り紙の色イコール N プラス1話ラストで <laughs> 見てください。という人のイメージ色という法則があったらしい。ありがとうございます。だいぶこれは、うん、精密な分析をされた方がいらっしゃるんですね。まあなんかね、法則性はあるんだろうと思っていたら、だからこれは、まあ最終話の後はね、ないわけですから、それを考慮して逆算して、色と人を決めていったんでしょう。なるほどね。そういうちょっとしたイースターエッグがあったということで、ありがとうございます。というね、コメントを前回、最終回、 12話にいただきました。皆さんありがとうございました。で、海外の反応です。えー、リアクションチャンネルさんは、ミュージング・オス・メブリーさん、クイーン・リージャーさん、ランダム・ランボプロダクションズさん、ニュービー・ジュンさん、ティーブーさん。はい、来ましたね。うん、順調順調なんですけど、相変わらずね、うん、その、動画の長さを見た瞬間に、これ大丈夫かっていうね。んっていうね。<laughs> あの人ほんとね、たまにほんと怖くなる。あのね、冒頭から、 51分とか52分くらいまでずっとね、ディスカッションなんですよ。そっから本編なんですよ。本編の前に本編の2倍の時間喋ってんすよ。大丈夫かまあ、でもね、めっちゃ面白かったんで、まあ、あんまりゴムになさらないように晴れたいですけどね。あとだいたい3ヶ月弱、ティーブーさんのボッチャロックリアクションを楽しんでいけると思うと。で、その中でですね、ミュージングスメブリさんのリアクション動画にコメントがあって、その方が クロウサギさんだって参考までにぼっちのソロでガラスのコップを使うところは本物だスタッフも本当に弦を切ってまで本物であることを証明している笑い動画はこちら by the way スパムリンクではないよというねこれありがたかったんだよな結構話題になってましてあ,のあんなことできんのかっていうのとあれでいいんかっていうあれでしのげるんかっていうね結構疑問の声はありまして 私もね、あのー、ボトルネック奏法。うん。本当はあれでしょあのー、瓶の首の細いところを切って、折って、それを指にはめて使うんでしょま、あ同じことができると。っていうのは存じ上げてましたが、実演はね、見たことなかったんで、確かに質問されるとね、答えようがないよなと。まあ、あの後ね、あの、うちにある瓶でやってみたらね、できるのはできるんですよ。うん。ま、あそりゃそうでしょうね <laughs>。っていうね。っていうコメントがあって、 で、ぶりさんの返信があったんですけどその奏法は知っているんだこれまでに多くの演奏で見た私が言いたいことの肝はこの形の弾き方にしては綺麗すぎる音だということだ例えば君がリンクを貼った動画ではアニメよりもずっと歪んでいるように聞こえた批判ではなく単にギタリストではない人のために取り上げたんだというねこれありがたいですよねあの公式のボッチャロック劇中曲「星座になれたろ」を弾いてみた 三井律郎さんすごいな。本当に音楽家そのもののお名前。で、ね、その中で実際にわざわざペンチで弦を切り、<laughs> 鬼ろのラベルを作り、貼り、それでボトルネック奏法を実践されるというね、動画がありまして、あれ疑問の人はね、これ見たら一発でしたね。これはお見事ですね。で、これね、メディアさんの記事で、ジョーノ・オタク・インドネシアさん。最近更新少ないんですけど、えイフ i f e w e d イジチニジカという記事がありました。うん、ニジカさんが Wife Wednesday。まあインドネシア語なんでね、翻訳で所々拝見しましたが、<laughs> 明るい人間って急に出てくる日本語。インドネシアはすっごいそのアニメ勝者多いんですよね。確か米中に次ぐんじゃなかったかな。結構ね、常に上位の方で競っています。なんでね、よくアニメの話題とか、アニメ好きな人でインドネシア人っていう人はね、結構いらっしゃいます。 で、ディスカッションですね。まあ最初ですからね。無理もないですけど、このコメント数をマイアニメリストでも、レディットでも、私見たことないっす。っていうすさまじい数になってました。彼女たちをとても誇りに思っているよ。特に墓地と行くよ。そしてその関係がどのように発展していったかを。二つの曲もまた本当にものすごいものだ。歌詞とその美しい瞬間が星座になれたら、を私のお気に入りの曲にした。最後の ED としてカバーされた、転がる 岩君に朝が降る。も素晴らしく。ぼっちが歌うのに、とても素晴らしい曲だ。これよくこの長い曲名、ちゃんと書かれてますね。ね、これカバーなんですね。でも、あれ聞いてて思ったんですけど、青山さんって、ある系統の歌唱の天才っすよね。ナスカーの表現力というか、独特さだし、あれは、まあこれはね、音楽にすごい力入ってる作品ですから、その音楽の専門家から、 細かくかつ効果的な指導も入ってるんでしょうけどあれは本人が、歌ってる本人が考えてこうしようと思わないと出てこない工夫だと思うんですよねあの独特な歌唱方法と、でその歌声絶妙な他の誰でもないっていうね長谷川さんはねさすが、うん結束バンドのボーカルとして抜擢されるだけあって あのー、感情表現と、その表現の幅広さと、強さね。色彩の強さ。あれは凄まじいななんですけどね。青山さんのあれはちょっと、うん。また別の次元で凄まじいものを感じます。<laughs> で、戻りまして、カバー曲なんですよね。つくづく彼らが恋しくなるな。最初は予想していなかったよ。しかし、私は最後までこの作品を心底楽しんだ。CD アルバムと、m e r ーズ s を確実に買うよ。ね。あの、グッズのことですね。merge。 で、これ同じだったか。みんなが行ったあのギターショップは、青山よしの、うん、ぼっち VA が行ったのと同じだということに、誰か気づいたかい同じだったんだ。ね。わ、すっごい思い出す。とかね、思ってましたけど。あれでしょあのー、見返しいって、ギターストラップ、青山さんが選んだやつ。あれ本編出てきたやつでしょとかね。細かいっすね。その連動実写シリーズのネタをアニメ本編に入れてくる。うん。凝ってんな。ふん、これね。 ぼっちの妹が実況している特別総集編は翻訳されたのかなされないんすよ、そういうものは。あー、でもわかんないな、うん。ごくまれに、特にね、この作品ぐらい海外でも大人気。で、売れてる作品はそのようありと認められてどっかであるかもしれないですけどね。あの、2期までの間のプロモーションとかで。か、あとはもう日本語を覚えていただくしかないですね。で、ね、意外でしたね。ギター変わるの自体がでしたけど、 あの新しいギターねガッデンボッチはギブソン SP を購入したのか。んって思いますけどね。まさにロックの女神になる道のりの上にある。このエピソードは素晴らしい楽曲とボッチの凄まじいソロによる結束バンドのミニコンサートになることを半ば欲していたのだが、まああのダイブは予想外だったし、大笑いしてしまったことを本当に心苦しく思うよ。このアニメがフタクールになることを望むよ。多くの愛が注がれた本当に過小評価されている作品だ。 これと、モブシーズン3は、私の今季、トップ2だ。ああ、ありえるな。で、ね、ギターに関する返信があります。彼女が代替機に購入したのは、ヤマハのギターだよ。ヤマハをこの作品のために、ウェブサイトまで解説し、さらに、このエピソードで彼女が買ったギターの抽選も行っている。なんだへーこれ知らんかったわ。ヤマハさんとのコラボギターか。ね、で、再返信で、ダメッものすごくギブソン SP に似てるな。 そうなんだ。まあ私も見た目だけだったらねわかんないです。<laughs> レスポールとギブソンを持っていればギタリストとして腹をくくったことを意味するってことを言いたかったんだっていうねうん。なるほどなるほどでもおかげでねそんなヤマハさんとのコラボがあるとでそのコラボに関してですね。<laughs> で、これねチェーンソーを欲しがっている CSM チェーンソーマンファンの両親のために何も知れていなかったせいで STI チャールには「 私はまだ辛辣だがね。st.i.h.l. 向こうでのぐすまさんみたいな。あ、チェーンソーとか作ってんっすね。この、スティールさんか。へえ、そう読むんだ。<laughs> 今、知りました。で、やっぱいいっすね。自分の経験と混ぜ合わせて語られてんのは本当にね、私にとっての醍醐味の一つでございます。HOLY SHIT!HOLY SHIT! Holy shit! この作品は完全に私の盲点にあった。私はこの投稿、あのー、居酒屋の場面ですね。に出くわし、 面白いいと思い気まぐれで1週間半前に見始めたただ楽しくて軽快で一回見たらおしまいの日常系の出来事になるんだろうと思っていたしかし私の期待を彼方まで吹っ飛ばし正直私の人生でのここ数日が費やされているで「コラプストブロックさんがなんかすごい金銭に触れる描写をされてたらしく「コラプストブロック6のこの作品に関する一言描写どんなものよりもひたすら情熱を放っているにはつくづく同意せざるを得ない うーんまあね、コラプストブロックさんはよくお見かけします。どうせざるを得ない。出来栄え自体がそれを物語っているのはもちろんだが、 登場人物たちの生き様を目の当たりにし、一人自身が仲間を支えようとする情熱を身につけているのを見た。たとえそのために自分自身のやり方から外れざるを得なくても、それがどこまでも抑えられないんだ。私はこの作品の出演者に完璧に惚れているし、たった12話の後にはそんな風に思ったりするなどとは、天で予想もしなかったことだ。この作品はゆるキャンを除けば、あ、はあ、私のお気に入りの日常系となった。そういう意味でだけでも、これは夢みたいだ。 この作品の背後にあるチームが第二ズンのために再び集まることがあるかどうかはわからないが、いずれは制作されることを切に願っている。なんという完璧に10点満点の作品なんだろう。というね。やっぱああいうミームになってファンダムの外まで飛んでいったものにつられて見てみたらどっぷりというね、方は結構いらっしゃいますね。まあこの作品はね、本当によく、その、一回ボッツさんがね、ミームクイーンとして、 記事になっていたことがあるぐらいで、よくそっち方面でもね、話題になってましたし、それでご覧になった方は、たくさんいらっしゃるみたいですね。で、そう、やっぱ最終回でね、再びこの人が話題になっておりました。マポドフマンさんね。ぼっち離脱症状が出ている人みんなへ。この離脱症状ってのはあれですかキクリさんにちょっと当てこすってますかみんなへ。取り急ぎ。もう一人のぼっちが存在することを思い出してくれ。<laughs> 大丈夫です。忘れることないです。好きな食べ物は納豆ご飯。 彼女は付属のマスターロードを無駄にしないように取っておくタイプだ。どうか彼女を忘れな気を。えー、サイバーサイズさん。二人ぼっちかっていうね。うん。うーん,、うん、でもそうなんすよね。お姉さんが一人ぼっちさんですから、妹さんも二人ぼっちさん。二人ぼっちって言うとな。少女週末旅行を思い出す。けど、うん。まあそうであるとも言えるし。<laughs> あとアタリオさんの、わははっていうね。うん、未いまだに覚えてんの 私もですけど。えー、これね、もし、墓地主演の作品で、どうしても第二シーズンが欲しいものが一つあるごとに、一ニッケルもらえるなら、二ニッケルもらっていたっていいんだ。これは、まあよくある言い回しなんですけど、完全にその元の言い回しの構造がぶっ壊れてるっていうね。一ニッケルっていうのは、五千トです。で、何か、ある物事、出来事が何回も何回も起こるもんだから、こんなに偶然自分の身の上に、 とか、怒るんだったらその度に一日記もらえて、もうそうだったら自分は今頃大金持ちだぜ、みたいな。うん。そういう、まあ皮肉というか、なんですけどね。ここまで来ると完全にね。うん、<laughs> なんで自分が第二シーズン欲しいものが一つあるごとに一日記もらえるんだっていうね。まあ完全によくわかんない。で、さらに返信で、私は3ヶ月前に再視聴したんだよ。もう一回再視聴しようかな。<laughs> というのも、まず飽きることはないからね。うん。意外なんだよな、これ。 私もね、何回も申し上げてますけど、一人ぼっちさんは大好きですけど、まああの作品はね、いい人が多すぎるし、感動的な話もありますしね。あれやばいいっすよね。うん。だしね、私もそれはね、ぜひ第二シーズン欲しいですけど、未だにこんな話題になるか。で、ね、やっぱり経験者、その世界にどっぷりないし、片足突っ込んでるないし、元その道の人っていうね、方大勢いらっしゃいますけど、ああ、 もう何年もギター屋に行っていないんだが、このエピソードで本当にまた行きたくなってしまったよ。ヤマハがネックに P90 のついたパシフィカを作ってるなんて知りもしなかったよ。っていうね。うん。だからその、再燃してしまうね。で、この作品で自分がよく知っているメーカーさんとか、業界のことを新たに知って、お、そんなもんあんのかみたいな。<laughs> あとこれね、ギターの高い方の弦が飛んでしまってるのはきついな。一番低い弦2本だったら、 かなりうまく補正できるけど、そうなんだ。高い弦であるのはもっと難しいよね。特にリードギターにとっては。うん。まあだからあれは、その道の人に、こそ、 それこそ、わかるんですね。あの、ボッチさんの凄さは。で、まあね、それはそうですよね。マラロマント・ウィーズドさんの、すんごい長文だし。眠れる傑作として、なんとも静かに始まったこの作品は、瞬く間に2022年に最も愛される作品の一つになるまで急上昇したし、それに関して私が言うべきは、絶対にそれに値するということだけだ。ぼっちの恐怖や不安がいかに共感を覚えるものであるかには、正直、安心感を抱いた。 私たちがいかに自分の身体から完全に切り離され、ほんの少し自分自身の想像にとらわれすぎただけで、時にはチリッと砕け散ったり、注目を探し求めるゴジラの怪物に変身したりせずにはいられないことがあるかがわかる。どんなに頑張っても一人取り残されてしまうという極めつきの恐怖は、あらゆる経路の人々が共感できるものだし、あらゆる道の上にある人々がそれが改善していくことを見てとる。うーん、またこれかけてんすね。オールストライプス。はあ、ピポルオブオールストライプス。 People of all walks この文学ね天井にいるシリーズディレクターから床にいる中間アニメーターまで一人のピンク髪のトラックスーツを着た女子高生に込めたこの愛の全てを届けるにはあらゆる方向軸にわたる純粋な情熱を要した私がこの小さな作品にもう一度頭から惚れ込んでしまわないのは難しいことが分かった普通に単純にボッチワークス ボッチの希望や目標の象徴として、瓶の類、ひとたびとある条件が合うと虹のように輝く繊細な透明さが使われるところを見るのは、これが初めてではない。しかし今日、ボッチは瓶を本来の目的ではなく、むしろ最高潮になった感情の高みのための道具として使っているのを我々は見た。自分を瓶に閉じ込めるボッチの一番最初の場面と最後の場面には、美しい並列性がある。第1話ではボッチは家に足を踏み入れ、 靴はしまわれずに置いていかれ。彼女はクローゼットの閉所恐章的な狭くて小さい部屋に向かう。今日彼女は外に一歩踏み出し、愛も変わらぬ仕事、友人、そして人生。この世界の彼女のいる片隅までようやく光が降り注ぐ。と、落ち合う準備をするんだ。橋で終幕となる。それはぼっちが前に進む限り先へ、いくつもの道が開かれていることの象徴だ。 墓地ダロークにこれを捧ぐというね素晴らしい名文でしたね。本当にこれは表現比喩で、このね、文章全体の中での各部分のこうするようになっているという構造ね、素晴らしかったっすわ。モラルノマント・ウィズドさん。でね、いろんな変身があります。そこに人がいない各ロケーションの場面場面は特定のものを伝えるのに優れている。墓地にとってどんな人生を変える旅があったかが、 ここで伝わってくる。で、橋ですね。うん。まあ、この作品はね、そうやって考察していくと、キリがないんですけど、まあ、キリがないからね、あの、ティーブさんの動画あんな長くなるんでしょうけど、えー、橋で終幕となる絵の変身で、ブレイジはギターの話になった時も大きな意味があるんだ。ギターの弦を固定しているところは、基本的にその最後尾だから、季節の終わりを象徴するものでもある。はあ、なるほどね。ギターはブレイジで終わるからか。 さらに解釈するならば、ブリッジに近づくほど全ての高音になる場所でもあり、音楽のソロ、山場の部分のほとんどがここで奏でられているので、彼らは高らかに去っていくと言ってもいいね。はぁ、あ、なるほど。橋に近づけば、音程は高音の方になっていき、だいたいそこが一楽曲中での山場か。はぁ、あ、でさらにあります。それと、ブリッジとは作曲における基本概念の一つで、 ブラストコーラスのようなセクションを文字通り橋渡しするところで物事を身近なところまで変えらせようと最も多く試みられるものだ。基本的にはギターを新しくした後は結束バンドの日常に戻る。おそらく、ネガくクバ。一味が全員戻ってくる将来のシーズンへのヒントじゃないか。君が橋に言及するまでこんなことは思いつきもしなかったよ。ご軽眼だね。で、ムロンド・マウント・ウィズドさんの、おうわ これはすごい発見だね。もしよかったら本気で君のそれを写経していくよぜひそうしてくれ私は各自の固有の洞察を共有しているコミュニティを満喫していて読むのが楽しみだししばしば自分では気づかなかったことが取り上げられている言った通り私はあくまで君の言及のあとでそこを取り上げただけだから実際君の発想の延長に類するものだ というわけで、どうぞご自由に、というね、大変建設的かつ紳士的なディスカッションがありますね。で、サーブラサイズさんの、ボッチャルウォックはシーズン開始前に、ある程度のバズりを得つつあったのを覚えていて、 慶音の響きを持つキララシリーズとして日常系ファンの耳に届いていたからだと察するが日常系シリーズを追いかけるいつもの視聴者以外にさえもどれほど人気になったかに私はとても嬉しい驚きを覚えたものだ他の日常系シリーズもこのくらいの脚光を浴びることだけが望みだな山のすすめとかね山のすすめは有名なんじゃないですかまあ脚光はあーそうねでねやっぱり自分が見始める頃 えー、視聴作品を決め始めていた頃のね、思い出ですね。アニメが発表された時は、一年前だっけみんなにこれを見ろって言ったんだよ。いいアニメになりそうだと分かっていたんだ。でも、このアニメ化は私の予想を超えてしまったよ。そして、このアニメを見る人が増えて嬉しい。それと、日本で人気が出て、それによって先シーズンができることを願っている。ここからの部分が本当にいいんだ。原作ご存知の方ですかね。まあだからそれはね、アニメ化嬉しかったでしょうね。 で、またね、うん。まあ、たくさんの変身とアワードと送られていた、マウンドマウントウィズオさんですけど、さらに変身で、ありがとう。いつも君の投稿を楽しませてもらったよ。私もです。シーズン1を締めくくるエピソード1との素晴らしい比較だ。というね。まあ、ほんとたくさんね、いろんな方がいらっしゃいますね。ね、このサブタイの元ネタになった曲名、 リストの方もね。シリーズの完結に合わせ、もう一度、アニメがエピソードタイトルにした、エージャンカフージェネレーションの出展曲のリストを投稿したい。第12話のエンディングクレディットに被せて、転がる岩のカバーもまた、結束バンドによって演奏されている。AKG の全ての曲も、漫画のボッチャロックで言及されている多くのミュージックビデオと同じく、YouTube のプレイリストにまとめた、何人かの人たちが、第1話の英語タイトル、Lonely Rolling b o t は、 塊ダマシ魂のサウンドトラックのロンリー・ローリング・スターという曲への言及ではないかという指摘もまたしている。しかしその曲は日本版のサウンドトラック・アルバムでは全てローマ字で表記されている。もし引用があったとしたら翻訳版で紹介されているだろうというね。そうなんですよ。ま、あこれはね、あのー、この方のリスト、コメントの時は毎回ね、この一覧ご紹介してますけど、転がるぼっちがね、ロンリー・ローリング・ぼっち。 なんすよね、まあ他にもねそれぞれご覧になったらなんか面白いものがあるかもしれませんがでそれへの返信で AKG の曲はついぞ聞いたことがなかったのだが12話のタイトルで放送前に「転がる岩君に朝が降る」これ原文なんですよね。を聴きたくなりそして惚れ込んだ最後にその結束カバーが流された時には私はすごく舞い上がったよと「転がるぼっち」への返信で「うぅ」「岩ロークがぼっちぼっち」と 入れ替えられる理由は、ボッチのタイトルが、そうか、ボッチ the rock だからなのに、たった今気づいたよ。というね、まあいろんな仕掛けがあるんで、それをね、読み解いていくのも一興でございましょう。えー、あとこれね、ささなことだが、前回のあのギャングスターズ二人が歓声を上げながら背景に映っていたのが気に入ったよ。あと、アニメの公式サイトで、来年のスペシャルイベントは4月23日に開催されると書いてある。そうなんだ、スペシャルイベント、ほう。 今後2期があると望ましいね。まあ、早ければね。だし、まあ、たまにそういう作品ありますけど、そのシーズンの最終話の本当に最後に、続編決定、みたいな、うん。このボッチャロックもね、期待されてましたよ。終わる直前にあるんじゃないか、あるんじゃないか、つってね。でね、またこういう、その界隈の方ですね。休業中の、うん、ラプスって、えー、休業中の、もしくは今離れてしまったバスプレイヤーとしては、量がボッチに リングウォール、ルフェイ、そしてダークグラスのアンプを買ってくれと頼んだときは笑ってしまった。彼女の他のギターコレクションを考慮した上でも、まさに彼女のような目利きが欲しがりそうな系統のものだ。私は彼女が大好きだよ。墓地が恋しくなるな。正直、このアニメが私のレーダーに捕捉されたのは、ある人が映像権 に、似たアニメのすすめの中で、このアニメの名前を入れていたから、というだけだ。そしてその人には、深く、恩に来ている。このアニメについて、まだ語られておらず、私が言えることは、他に何かあるだろうか。情熱が滲み出し、表現とユーモアの創造性を放っており、全員が最高の女の子で、<laughs> キクリですらも、女の子で、音楽も持ち合わせている。これで、ボッチャロックが放送されていない世界に住んでいることを再び、思い知らされて、今や一人、泣き寝りだよ。メリークリスマス。 Everyone というね非常にまあ考えのこもった。で、返信がありまして、うん。休業中のバスプレイヤーとしては、りょうさんのあの注文ですね。このセリフには本当にパトリック・ベイトマンのナイスが出た。うん。これ私調べたんですけど、なんか映画の本当に一瞬のセリフですね。うなずきながらその人がナイスっていうだけの <laughs>。 が出た量はギター趣味のことになると誠に頼もしく気品に富んでいる自分の欲しいものを欲しがる自分が実際に所属するバンドにふさわしいかどうかは関係ないんだこの出来の良さで脚本家たちが何をすべきか本当によくわかっているということを言えるちなみにこの気品に富んでいるのところは私は自信ないですディジェント ジェントピュこれがなんだかわかんなかったんですよね。だから、gentured かなと思いまして、そう訳しましたが、全然違う可能性が全然あります。で、まあ多かったんですけどね。このやりとりは、その中でこの辺が一番端的に解説されてるかなと。ボトルネック奏法ですね。誰か、ボッチがどうやってギターを直したのか、説明してもらえないかいという質問と、えー、ご存知の方でしょうね。直してはいない。 彼女はガラス瓶をスライドとして使ったので、その弦を耳で弾けるようになったんだ。フレットに頼るのではなく、自分で音程を見つけることができるので、弦そのものがチューニングされていてもいなくても、あまり問題ではない。うん。まあだから、あれか、三味線とかみたいな。うん。フレットでやるんではなく、たそれができんのがさ、っていうね。まあこれはね、あのー、先ほどの公式さんの動画を、 ご覧いただければ一目瞭然ですでさらに同じ人へそれをあのギター用語が何を意味しているのか見当もつかない方面の人向けに説明してもらえるかいというね。でご親切に OK じゃあギターのネック北がただの装飾用だと思っていた木製の出っ張った部分にはフレットと呼ばれる棒ワイヤーが渡っている各フレットは決まった間隔が開けられているので特定の音を出すには 弦が調律されている時にフレットの後ろで弦を押さえつければいいもし弦が調律を保てなければフレットに割り当てられている音も調律を保てなくなるガラス瓶を使う意味は瓶がどこであれ弦に触れていれば音階を奏でられるのでフレットがどこなのかに頼るよりも瓶をあるべき場所にスライドさせていけばいいということだありがとうございましたまあこれはね難しいですよね説明うんでねこれはちょっと私も共感するところがあります このシーズンに先立って、私は本当に CGTC っていうものがもっと欲しいと思っていた。だから、DIY と山のすすめと一緒に、軽音プラス、一人ぼっち。ねえ、また出てくる。の印象があるので、ぼっちも見る予定ではいたんだ。言うまでもなく、画風には本当にハマっていた。しかし、ここまで楽しませてもらえるとは思っていなかった。ユーモア、VA の演技、唐突なギャグと寸劇。私はこの作品を一貫して楽しんだ。 メンバー一人一人と脇役まで含めてとても見ていて楽しい。本当にシーズン2が作られてほしいね。とか、私が言えることは自分が最終的にこのアニメを手に取ると決めたことには非常に感謝しているということだけだ。私は音楽にはそんなに興味がないんだが、この作品の絶え間ない盛り上がりと高い評価に惹かれて第一話を押し押し、そこからというもの虜になってしまったよ。というね、いろんなハマり方、いろんな出会い方がありますね。うん。 あとこれね、ぼっちゃロークにかけて、ぼっちゃフォルズライカ r ロークというね、ダジャレとか、ね、このアニメはただの Cute Girl Doing Cute Things、ね、CGD City ですね、の音楽版とかになるんだと思っていた。だから私の視聴リストに入っていた。それ以上の何者も予期していなかったが、 音楽とアニメーションは素晴らしいものだった。このエピソードは2つの曲とカバーで終わる素敵な幕引きだった。私は彼らのライブが感情を揺さぶるために20分に拡大されるんだと思っていた。でも本編中に彼女の気候がないとボッチ・だロックにはならないよね。<laughs> 気候ありきですか。このエピソードの後はアニプレックスで彼らのボッチ・ザ・ロック PV を見てくれ。このアニメは12話だけだが、その動画でボッチが人間として成長していくのを見ているとみんなに愛着が湧くよ。 第シーズンが終わったた時の、KO、みたいに感じるはあでこの PV にはサイバーサイズさんも触れてらっしゃいまして最後にすでにこのシリーズに懐かしさを感じていたらアニプレックスが楽曲「フラッシュバッカー」に合わせたシリーズの振り返りを投稿しているよというね同じやつですね紹介されてるというねいや本当にねもう全体の量がね とんでもないし皆さん長文の方がね本当に多くて熱こもってましたしねでも本当にたっぷり読めましたよこの作品に関してはあとはシーズン2ですけどねうんまあこれはね先ほどさんざん申し上げましたしいつかは来るだろうとなんでまたこの作品に、ね、ついての話題を拝見する時は、えー、海外の反応を 拝見するときは2期の告知とか、えー、PV とか出てきたらまたねその辺を集めておいてまた2期の冒頭でご紹介するとかいう感じになるんじゃないですかね本当にもうあとしばらくはねそう申し上げてますけどティーブさんのねリアクション動画セリーズがまだ全然ありますんでこの先10話ありますんでそういうものを拝見していったりとか多分まだねこの熱が残ってるんでそれこそいろんなメディアさん海外のアニメニュースネットワークさんと とコタクさんとかオタク優先マガジンさんとかちょいちょい記事上がるんじゃないかなっていうね感じありますしあと何かねまた大きな話題があったら触れるという感じでこの独特その作品の出来と情熱の高さによって独特の地位になったこの作品に集まっていた皆さんとは多分2期でそれまではなかなかねやっぱりね音楽系作品 音楽系、特にィ g d c t のね、ハードルは上がる一方という感じなんで、まあ最終号はこの先の2期で、あとは、まあ、 今期の CGDCT で一部の人は再会となるかもしれませんが今期ボッチャロウォック第一期のディスカッションとしては以上でございますね私の方でもねまた今期の作品の色々始めてますしまたね皆さんがご覧になっている好きな作品のもとでお会いできればなと思っているところでございますていうとこですかね今回はそんな感じでアニメ ウォッチャーウォークを振り返りながら色々とお話ししてまいりました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また新たなシリーズでお会いしたいと思います。それではまた。